清水エスパルス対水戸ホーリーホークの一戦です。ホームの清水エスパルスにとりましては1年での J1 復帰を誓い、結果が求められるシーズンが始まります。 J2 での戦いは7年ぶり2回目になります。一方、長年 J2 を舞台に戦ってきているのが水戸ホーリーホークです。2023明治安田生命 J2 リーグ開幕戦、清水エスパルス対水戸ホーリーホーク、ファールありません。よく見てた。さあ裏を取って北川自らですか、右足のシュート、山口ナイスセーブ。さあまだ清水ボール、アタッカー武田のコーナーキック、ファーサイドに入れてきた、旅立つファーストゴール前のコーナー、権田が止めて、最後は遠山が詰めていました。水戸です、ビッグチャンスでした。北川からチアゴ・サンタナ、さあ山原がオーバーラップ、縦に流れているのはチアゴ・サンタナ、サンタナ、うわ、ビッグセーブ、山口サンタナ至近距離からスピードありましたけど、山口もよく反応しましたね。まあ、ホナウド松岡あたりが早くボール引き取りたいですね。あそこは中山に渡る、下げてた、コロリのシュートだ、最後は西澤が詰めていく。アディショナルタイム目安の4分は経過しています。ここで試合終了のホイッスル。J2 リーグの開幕戦。